皆さんこんにちは、ソプラノの菅純子です。4月のバックステージです。4月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月といえば日本ではスタートの月ですね。いろんなところで、新しい出会いが、いろんなことが始まっているんじゃないかなと思うんですけれども、なんとこの純子チャンネル、この4月で1周年を迎えることになりました。ありがとうございます皆さん。効果音たくさん入れてください。おかげさまで1年を迎えることができました。本当に1年というと12ヶ月、1ヶ月1曲なんで12曲ですけれども、欠かさずですね、配信することができましたし、皆さん聞いてくださっている方ほぼ、12曲毎月ちゃんと聞いてくださっていて、本当にありがとうございます。感謝しかないですね。こう表に私が出て歌っているので、私がすごくこう頑張っているような雰囲気に見えると思うんですけれども、それは全然違うんですよね。やっぱりスタッフさんがほとんど全部やってくれているので、彼らがいなければ何もできないんですね。ということでですね、今日は1周年ということで、スタッフさんが選ぶ、1曲っていうのをちょっとご紹介してみたいなと思います。何人かスタッフさんいるんですけれども、曲というか映像ですね、映像をいつも作ってくれている人に聞いてみました。思い出の1曲は、雪明かりだそうです。浅香先生の雪明かりですね。コメントもいただいてます。この曲は、もともと編集しやすい画角の映像だったこともあり、タイトルの出し方や色調の補正、雪の効果など様々な面で新しい挑戦ができた動画になったと感じています。特にカットのテンポについてはこれまでと異なり、しっとりとした空気感が出せるように心がけて編集を行いました。私もね、この動画すごく気に入ってるんです。音もすごく素敵だし、曲もすごく生きてると思うんですね。この映像により、途中で雪が降ってくるんですけど、これを見た時は感激してしまいました。あまり詳しいことはわからないんですけど、多分その編集する側からすれば、もうちょっとこの角度から撮ってくれたらいいのにっていう、こうカメラの角度とかいろいろあるんだと思うんですね。いつもこうカメラ置いて置きっぱなしなんですよ。誰かが撮ってくれているわけではなくて、カメラ置きっぱなしなので、そのカメラをいろいろ変えたりはできないんですね、角度なんですけれども、そんなことは文句一つ言わず、色の補正で調節してくれたり、彼のテクニックで見方をこう変えられるようにしてみたり、すごくいろいろなテクニックを使ってこう全然違和感なくいつも作ってくれているので、本当にすごいなと思っているんですけれど、これは特にやりやすかったって書いてあるので、まあまあなこうカメラの角度だったのかもしれません。で、裏話も書いてくれてるんですが、当時タイトルを明かり雪と間違えて投稿してしまい、急いで修正したという、ちょっとしたエピソードがありますって書いてくれてますが、そうなんですよ。投稿というか配信ギリギリに気づいて明かり雪に直してもらったんですけど、雪明かりに直してもらったんですけど、彼らに発注するときに、いろんなところに書き込みをして、私が発注を彼らにかけるんですね。その時に多分ね、明かり雪ってどっかに入れちゃったんだと思うんですよね。
でそれをそのまま書いてくれて、表に出ちゃったんだと思うんですけど、それもささっと直してくれてセーフでした。そうでした、そんなことがありました。ご迷惑をおかけしましたまあそんなつもりで書いてくれたわけじゃないと思うんですけどね。それから全体をまとめてくれているシステムエンジニアの人にも聞いてみたんですが、コンテパルティロ、タイムトゥーセイグッバイですね、これが一番思い出深いということです。YouTube プロジェクトの始まりはここからでした。さまざまな困難を乗り越えて制作した動画は私たちチームの感慨深い作品です。そうなんですよ、あのタイムトゥーセイグッバイがなければ YouTube はなかったんじゃないかなって思うんですけど、あれはまだ YouTube のために撮ったものではなかったんですね。なので全然そんな、なんて言うんだろう、いろんなこと考えないで歌ってたんですけど、あのあとそうですね、すぐ純子チャンネル始めましょうかっていう話を出してくれたので、ここまでトントンときましたね。確かにこれは思い出の一曲に値しますね。でもう一人最近、本当に最近入った方がいて、いろんなウェブサイトとかの更新とか配信が始まったら皆さんにお知らせするような、こうお知らせを皆さんに送ってくれるような人なんですけど、ウェブサイトの編集など日常で使える技術も学べ、とても充実しています。なんて前向きないいコメントなんでしょう。ありがとうございます。この仕事はいやいやではちょっとできないことなので、本当にこういうコメントをくれるとほっとしますね。純子チャンネルのスタッフさんってみんなそうなんですけど、とっても愛情深くって、1ヶ月に1回の配信でいいので、12本、1年だと12本でいいんですけれども、何人登録者人数になったんで、ちょっと記念の1本出しましょうとか、なんだかんだこうイベントを考えて、さらにたくさん動画を出してくれたりしているんですね。なのですごくこう愛情を感じますね、彼らの。ありがたいことだなと本当に思っています。これからもよろしくねよろしくお願いします。はい、ということで私の思う一曲なんですけど、私はですね、やっぱり一番最初のシューベルトのアベマリアかな、飯島さんのクラリネットと浅香先生のピアノの、というのもあれもまだ YouTube する前に収録したものでなんですけれども、純子チャンネルを始める時に、なるべくドレスとかはコンサートで見ていただいて、 YouTube は普段の私といいますか、リハーサル風景だったり、音楽はもちろんきちんとしますけれども、もうちょっと気軽にクラシック音楽を楽しんでいただけたらいいなっていう思いがありまして、なのでシューベルトの映像は照明も別に当たってないですし、歌ってる場所は広いところを使わせてもらってますけれども、とっても理想的な動画なんですよ、私としては。なのであれが一番思い出深いかなと思います。1年も前に出したのに未だにね、まだ再生回数上がってるので、私もちょっとたまに見たりするんですけど、自分でやっぱりあれすごく好きですね。他のものもすごく、なんか1本ずつにいちいち思い出がありすぎて、どれって選ぶのすごく難しいんですけども、まあ最初に出したっていうのもありますし、あれが一番思い出深いものにしようかなと思って今日はそれを挙げてみました。ということで、昨日配信が1周年記念の配信があったんですけれども、私のウェルナーの野バラと、それから1周年記念ということで、12月のピエイエーズとかアンジョルディパーチェをご一緒した、ソプラノの中村和恵さんの、ソロ曲ですね、
読書曲、これを皆さんにプレゼントしたいなと思っています。で、そのソプラノの中村和恵さんからですね、コメントいただいているのでご紹介したいと思います。純子チャンネル1周年おめでとうございます。ありがとうございます。菅さんにお声かけていただき、今まで演奏を聴いていただく機会のなかった方々にもお届けできてとても嬉しいです。もし喜んでいただけましたなら何よりの幸せです。録音も菅さんと石川美也子さんと音楽を通じて楽しい時間を過ごすことができましたということをいただいてます。いえいえ、こちらこそって感じで、ゲストにね来ていただけたことだけでもすごく感激だったんですけれども、皆さんにねこんな企画で和恵さんの歌を聴いていただけるっていうのもちょっと嬉しいなと思っているんです。歌ってくださっていた歌が、フランスの作曲家グノーの、オペラロメオとジュリエットから私は夢に行きたいという曲です。そのジュリエットの、曲についてもコメント和恵さんからいただいているのでご紹介しますね。あの曲は、ジュリエットのワルツっていう名前もついてます。ジュリエットのワルツは乳母にそろそろ結婚をと言われまだ結婚なんて考えられないわと恋に恋するジュリエットの気持ちを歌う歌ですということです。お話はですねシェイクスピアのロメオとジュリエットと同じなんですけれども、一番最初にこの歌が出てくるんですね。ジュリエットのお誕生日会のシーンでもう自分がお祝いされてもう舞い上がっちゃってるんですね。でもなんで私は幸せなんだろうって本当に和恵さんがおっしゃるように恋に恋する女の子なんです。でこのあとすぐに、ロメオに会うんですね。だから恋を知る前の無垢な、ジュリエットの歌っていうことになるんですけれども、ジュリエットってお話皆さんご存知だと思うんですけれども、夢恋に恋するって言ってもそんなふわふわした女の子ではないですよね。割と芯のしっかりした女の子なので、和恵さんの凛とした感じと清潔感のある声、それから石川美也子さん の宝石をぶわっと散りばめたようなキラキラしたピアノ、それからお二人のエレガントな音楽、フランスの音楽っていうのは私はとってもエレガントで華やかなものが多いなって思っているんですね。なのでまさにお二人の映像はそういう感じの演奏だなと思って、ちょうど1周年にもキラキラしてていいなと思って皆さんに聞いていただきたいなと思っております。なのでちょっとそんな感じでね聞いていただけたらいいかなと思いますね。それと、私のウェルナーの野原、こちらは先月に引き続きシューベルトと同じ歌詞ですのでちょっと合わせてね聞いていただけるとまた楽しいかなと思います。こんな感じで今日は終わりたいかなと思っているんですけれども、本当に無事1周年を迎えることができて嬉しいです。2周年目に突入しますけれども、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当はねスタッフさんとか呼んでねケーキでも食べたいところなんですけれども、今本当にまだコロナが収まってないのでちょっとまだ無理だなっていう感じなので、お家帰って一人でケーキ食べますで本当はみんなで食べたいんですけれども、はい、ということで、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。また次回、楽しみにしていてください。失礼いたします。